ミニゴブのところでピカピカをこ。巨人が止まったみたいね。よもやヘカトンケールまで退けるとはな。さあ観念しろ。いいだろう、貴様との勝負受けてやろう。ついてこい。うわ、ルシウスとゴブリンキングが行っちまうぞ。兄さん待って、私の肩に捕まって一緒に追いかけるわよ。絞りかすってところね。蹴散らすよ。どうした？先ほどから笑みがこぼれているぞ。ついに貴様を殺せる時が来たかと思うと嬉しくてな。親の仇だったか。薄汚い悪鬼に無念のまま殺された母さんの恨み、今ここで晴らさせてもらうぞ。いいだろう、全力で相手になろう。いやもう後がねえ。ティナ、こいつらを倒せば二人は目の前だよ。うん、ティーナちゃん行くよ。ティナ、こいつとは俺一人で決着をつける。カッコつけてんじゃないっての。みんなで戦うって約束したじゃん。あれはさっきの聖鳥獣だけの約束だ。勘違いするな。兄さん、一人で背負わないでよ。いつもみたいに私を頼ってよ。ティナ、ふん、くだらん茶番劇は終わったか。全員まとめてかかってくるがよい。どの道皆殺しだ。今死ぬか後で死ぬかの違いだ。大層な自信だよね。これまたこの数を相手に勝算はあるわけ。ヘカトンケールは所詮星の民の玩具、憎しみの源泉という力を宿し、人の断りから外れ波動を歩むわしは玩具よりかは勝算があろう。この身が細切れになるまで
貴様らの心臓をえぐらんと食らいつき続けてやるわ。もうこれ以上誰かを傷つけるのはやめてください。ヘカトンケイルのない今、あなたに勝ち目はありません。参る。ダメだ、向かってくるぞ。これが最後の戦いだ。行くぜ。休むように眠りなさい。下がっていろ。任せておけ。メーフへの道案内よ。どうかしら。よし、はあ、最後まで王を守る気か。待て、まだ続ける気か。王はおままにしろ。撤退じゃ。おい、洞窟中のゴブリンたちが集まってきてるぜ。王を守ろうとしている。兄さん、